ウィリアム・セオドア・カットはアメリカ合衆国ではアメリカンヒーローでの主演が最も周知されている映画 t v 俳優である。彼はまたホラー映画の名作キャリーにおいて呪われたプロムで主人公キャリー・ホワイトの相手役を務めたトミー・ロスを演じたことでも知られている。カットはカリフォルニア州のロサンゼルスで俳優のビル・ウィリアムズと女優のバーバラ・ヘールの 息子として誕生した。1981年2月16日に、彼はデボラ・ケインと結婚して二人の息子、クレイトン・アレクサンダー、及びエマソン・ハンターを設けたが、1986年に離婚した。1993年にカットはダニエル・ハーシュと結婚して、ケーシュ・アンドリューと娘・ダコタを持つに至った。カットは、 ミュージシャンの仕事に就く前にオレンジコースト大学に通っていた。そしてサマーストックへの出演や TV での小さな役柄を得るなどして彼は俳優業をスタートさせた。彼の最早期の映画出演は1976年のブライアン・デ・パルマ監督の映画キャリーにおける運動選手トミー・ロスの役や1979年の映画シン・アスに向かって打て。 での三段ンンスキットの役などがある。また1978年には、ジョン・ミリアス監督のサーフィン映画、ビッグ・エンズ・デイに彼は、ジャック・バーローとして、ジャン・マイケル・ヴィンセントや、ゲイリー・ビジーラと共演した。この役柄は彼をサーフィングコミュニティでよく知らしめることとなり、2004年での年に一度のアソシエーション・オブ・サーフィング・プロフェッショナルズ世界選手権ツアーの式典にて、 アスプショーの一つを彼が授与した際には、プロのサーファーの群衆から、盛大な拍手が湧き起こった。1977年の映画、スター・ウォーズで、ルーク・スカイ・ウォーカー役を死亡したカットがオーディションを受けている場面は、多くのスター・ウォーズのドキュメンタリーで取り上げられている。主役は、マーク・ハミルが勝ち取り、代わりにカットは、同年の、ファーストラブに主演した。 1981年にカットはブロードウェイミュージカルのコメディピッピンの映画版の主役に抜擢されたがこの映画は賛否両論の批評を受けた。しかし彼はその年に t v シリーズアメリカンヒーローでスーパーパワーを秘めたスーツを異星人から与えられた温厚な教師ラルフ・ヒンクリーという自身の代表作とも言える役を得て1983年に 番組が打ち切りになるまで演じ切った。アメリカンヒーロー終了後、1986年に、カットは、カルトホラー、コメディ映画、ガバリンに主演して、1992年の第3作、ガバリン3では再び同じ役を演じている。また彼は、80年代後半に、TV 映画、新、弁護士、ペリー・メイスに、探偵のポール・ドレイク・ジュニアの役で、定期的に、 再登場した。この作品で彼は母親のバーバラ・ヘールと共演し、ヘールは旧作からの彼女の持ち役であるデラ・ストリートを再び演じた。そしてカットは後期の脚本のいくつかを共同制作している。カットは1989年に TV シリーズトップ・オブ・ザ・ヒルで役を得て、その後1991年の短命に終わったシリーズグッド・スポーツに出演した。 カットは TV や映画へ脇役での出演を続けながら声優業にも活動の幅を広げていった。近年では大衆向け娯楽作品へ復帰し、アンドロメダやジャスティスリーグへの登場に加え自主映画として賞を受けた2006年のゲーマーズのほか、2007年のザ・マン・フロム・アース、2008年のアブ・エイリアン・ VS ・ハンター等に出演している。カットは ヒーローズシーズン3第2話ザ・バタフライエフェクトにアリラーターの演じるトレイシー・ストラウスを調査する詮索好きなレポーターとして少し登場した。また、オーストラリアのバンドザ・ウィリアム・カット・エクスペリエンスはカットからの感化を受けている。ありがとうございます。